渡辺博士の怪談語りでございます。いつも私が一人語りで喋ってますが、今日は特別ゲストをお迎えしております、吉本興業メッセンジャーの相原さんです。よろしくお願いします。お願いします。まあおこがましいゲストなんで。いや、何をおっしゃいます。本当にこの番組ではゲストの方に怪談話お聞きするんですが、怪談師じゃない方の怪談ってやっぱ聞きたいんですよ。なるほど。僕も時その心霊とか怪談話させていただいてたんです。あ、そうですか。それが、ちょうど仕事がですね、30ぐらいの時に一番なくなったんですよね。はあ、その時に霊感が生まれて、で32、3ですかね、仕事ちょっとグッとこう持ち直したんですよ。その時にも霊感なくなってしまったんです。ああ、何ですかそれ。霊感がグッと仕事がこうなくなった時に、あれと思ったら、なんか幽霊らしきものがなんか見えだしたんですかね。ほんならまあそういうオファーがいただいて、ほんでちょっとまあテレビが増えたら、すっかり霊感なくなって、それなんかきっかけとかって、なんかこれでもね、僕ほんまの話言うたら、18の時に、車の教習所行くじゃないですか、で教習所、僕合宿鳥取に行ったんですけども、はい、またあの時時代でしょうね、8畳の8人部屋やったんですよ。8畳の8人部屋、見も知らない人と8畳8人、はい、8人部屋って、はあ、でそこからまた20日間、うわドミトリーなドミトリーですね。その時に、はい、僕は普段、まあ、全然知らないやつが仲良くなりませんか、18ぐらいやったら、はい、ほんでわーわーわー喋ってて、で夜も遅くまでね、言うてたんですけども、その日に限って、俺ちょっと早く寝るわって言って寝たんですよ。はい、僕の両隣8畳ですけど、ビチビチになって刑務所みたいな形で寝てるんですけども、多分夜中でしょうね。で、両隣のやつがあれ見た見たって言ってて、こいつら何言うてんのやろなって言ったら、その二人が天井におばあさんがおったんですって。おばあさんふわーっと見たんですって。一人じゃなくて。二人とも見てる。二人が見てる。はい。僕を挟んで。で、そのおばあさんがふわーっと降りてきて、僕の中に入っていたんですって。で、そっから、その合宿してる中でも、ちょっとしたなんか霊現象みたいなのがパパパパパって起こり出して、そっからなんかちょこ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 、あれこういうことなんかな、ああいうことなんかなっていうのが、ほんまの話で出だしたんですよね。その合宿中にもなんかあったんです。だからなんか、ここにあったはずのものがここに動いてるとかね。で、音がまあありません。パチパチとか、なんや、ラップ音言うの。あれも、で、それも、あれ、パラちゃんのさ、体の中におばあさんが入ってきてからこんな、この部屋よう起こるよなぁ、みたいなって。僕自身は何もないですよ。ただ、そういう現象が起こり出したっていう。でそっから、まあ、正直言ったら、一番きつかったのは、まあ、おばあちゃんが28で死んで、で、その2週間後に親父が死ぬんですけども、まあ、精神的に多分弱くなったんでしょうね。それぐらいからものすごい例の、そういうのは 見るようにとか引き込まれるようになったりとかして。へえ、そのおばあさんが入ってきてからの、だからお父さんが亡くなってらっしゃるんですか。いや、前で。全然、合宿の時は全然関係ないんですよ。あ、その時は関係ない。バーッと降りてきて、そういうのがなんか、あ、こういうことも世の中にもあるのかな、ぐらいでやってて、そこから霊とはもう全く関係ないところだったんですけど、うちの嫁さんがね、その霊感強い子で、で、それもあって一緒におったりしたら、その、ああ、合わさってくるみたいな。はい、泊まりに行った時に、なんか、ここちょっとまずいな、みたいな。ああ、お前な、感じる、言ったら、なんか嫁さんがちょっと変な感じになってきたりとかね。奥さんそんな分かる？人格がちょっと変わって。なんか憑依するみたいな。憑依するみたい。言葉にして漫談とかじゃないですけど、書いたんじゃないですけど、まあ、実際そういうのは何回もありました。で、つい最近ね、これどう思います？はい、全くほんまになかったんですよ。はい、その怖い話なんで、もうずーっとなくて。で、去年の年末なんですけど、はい、僕が結婚の時に、結婚した時に住もうとしてたマンションがあるんですけども、はい、そこはなんか川を埋め立てて、できたマンションに住んでたんですって。僕、そこに住んでから、引きこもりみたいになってしもって、家出るの嫌になって、NGK に行っても、空き時間、そのマンションに帰ってくるぐらい、それをマンションに帰るまで結構遠いんですけど、わざわざ帰ってきてずーっと家におる。
だん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 変な感じになってきて、うん、で知り合いの霊媒師に見てもらったら、うん、これ川埋め立てて、このマンション建てて、この部屋におるよと、その川で亡くなったから。あやらもそこで、多分疲れてるわ、うん。だからこのマンション出た方がええでっていうので、うん、半年後にもすぐ出ちゃったんですよ。うん、で、ずーっと立って、その川って長いじゃないですか。うん、この川の沿線上にご飯屋さんがあって、で、はい、去年もね、もうそこにご飯食べに行ったんです。僕全然忘れてましたよ、うん。ご飯食べに行って、普通にご飯食べて、帰り、まあ、京阪電車で一駅のとこやったんで、帰るときに、嫁さんが、うわ、心臓痛いって言って、で、わーってなって、で、家帰って救急車呼んで、うん、で、心臓の発作みたいな感じでね。うん、で、とりあえず、まあ、そこは大事に至らず、何やったんやろうな、急になんでこんなんなったんやろうって言って、うん、まあ、終わったんです。うん、で、半年経って、それ忘れてませんよ。忘れてる。この前、そこの店にまた食べに行ったんですよ。はあ、で、同じもん、まあまあ食べて、うん、で、帰り、また、京橋の駅で電車乗った。わーってなって、はあ、で、また救急車用判明になって、で、なんでやって言ったら、その店やと、はあ。その店行ったら必ずこうなると、はあ。で、その場所考えたら、僕がその29代結婚した時に言われてた、その川を埋め立てたとこの、その沿線上の店やったんですよ。だから、なんか、いやもう二度といかんとはなりましたけどね。偶然あるんですかね。いや、やっぱりね、その場所ってあるみたいですよ。あの方、林や、染助さん。ほうほうほう。染助さんのとこのマネージャーさん、女性のマネージャーさんいたんですよ。はい、個人事務所。あのマネージャーさんが、昔住んでたマンションってあって、旦那さんと一緒に引っ越したらしいんですよ。あの、娘さんと、はい、すごい転勤の多い方で。で、金沢かどっかのマンションっておっしゃってました。で、そこに引っ越して、もう年末にギリギリ正月前に引っ越して、で、今日がクリスマスか、いうので、お父さん早く帰ってくるよね、なんとかで、って言ってやってる。ほんで、してて、ほんで、もうガチャって音したから、あ、帰ってきはった。お父さん帰ってきた。ここ来るです。プレゼント持ってくるよ。だからみんなちょっと、開いたら、メリークリスマス言わなあかんねってクリスマスか言ってたら、そのままガチャン、ド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 ンって言うてから音しない。ん？あれ？入ってけへん。急にパッてやろう思ってんじゃない。パパちょっとびっくりさそう思ってるから、ちょっと開けてあげ。パッて、誰もいてない。あれ？帰ってきた。音聞いたよね、ママって。聞いたよって言ってたら、ガチャン、ただいま、ごめん、仕事がちょっと長引いて、こんな時間になった。あ、そうなんやってなるんですけど、それから、それを、日をきっかけに、そのマネージャーさん、あの女性のね、奥さんですけど、その奥さん、ご飯の支度するときに、気づいたら娘さんが、あれママ、今日誰かお客さん来るのって言うんです。うん、来ないよ。パパ帰ってきたら3人でご飯食べるよ。うん、だって、4つ用意してるよ、お膳。って言って、お膳が一個多なるんです。それからずっと、まあ、毎日じゃないんだけど、またママ、一膳多いよって、娘さんが言うんです。あれあれあれと思って、おかしいな、無意識にやってる、でもあれきっかけやなっていうのあって、ね、自分のご両親がお世話になってる福井の霊媒師さん、電話したんです。そしたら、今すぐ行くわって言って、女性の方来てくれた。夕方ぐらいにそのマンション着いて、で、パーッと上がったら、なるほどねって言うて、ここ来る前ね、そこの前のとこほら、あそこ川あるでしょって、あそこの川ね、もう昔からあるのよね、多分もう太古の時代から流れて、ね、川にながらあの川あるわ。で、あの川ね、いっぱいいろんな人亡くなってる。で、この場所がちょうどね、通り道になってるわ。だから、これ入ってきたの。で、入ってきたけど、ああいう時は、あ、やめなさいって言ったら出ていくんだけど、お帰り言うたでしょって。あれからも通り道になってる。そうなんですか。そう。だから、あなた方、ちょっといる間にあれだから、これ、荒塩みたいな、この、あるから、清明寺を送るから、これ、肌身離さずつけときなさいって言われて。それと、あと、一膳用意したくなるんでしょあなた。これは違う。また別のもんって。これ、マンションの何階って上なんですよ。1階じゃないけど。そっからね、男の子が入ってきてるわ。だから、一緒にご飯食べたいから来てるから、あなた、無意識にもう一膳多くするのよ。これだからもう通り道だから多分男の子も来るね。だから塩、ちゃんとつけときなさい言うたら、その塩が体に、まあ、ビニールの袋でやってるのにべちゃべちゃなんですよ。溶けてる。それのずっと繰り返しで、過ごしましたって言うとありました。だから、川って、やっぱりなんかやっぱりそういうあるみたいですね。おっしゃってましたわ、それ。でもそんな体験したんですか？
僕、あ、まあ、嫁さんの方が激しいですね。僕はだから、引っ張られてるのかわかりませんけど。だから、そうですね、コーチとか行ってても、うん、その部屋に入って、もう入った時から気持ち悪くて、うん、で、あれって思うじゃないですか、そういう空気ね。うんうん、で、でも吐き気が出るぐらい気持ち悪くて。そこまで。で、入室して、うん、まあ、はっきり言うと30分で、うん、そのフロントの人に、そう、もう、出ますと、チェックアウトしますって言ったんですよ。うん、で普通やったらそこで、何かございましたかとか、うん、なんか不都合でもとか、何か用事ですか、うんうん、とか、そのフロントの方も、はい、わかりましたって言う。うわぁ、じゃああの部屋だって。あの部屋で、よう通したな、思ってた。でもね、やっぱり、これも、まあ皆さんわかりませんけどね、うん、一番その旅行会社でも、一番安くて、うん、なんでこんなにこの忙しい季節にこの一室空いてんねやろっていう部屋だったんですよ。はあ、だからやっぱりなんかあるんやろなと思って。そうまでして埋めたいやるからね。で、基本的にはそういうの感じない人がほとんどやろうから。そう。でもね、うん、あそこは絶対に感じると思う。何にも思えへん人も。もう入った瞬間、ドスーンとした空気で。でも、部屋も一番角なんですわ。はあ、なんやこの空気。っていう中で全然ちゃうんですか？全然ちゃいました。へえ、わかるんですね。やっぱそういう、やっぱ感覚あるんですね。あの時ぐらいは結構だから本当にね、うん、今なくなって久しぶりにその店行ってその嫁さんの心臓が鳴ってから、うん、なんやろなこの因果関係はっていうので久しぶりやったんです。こんなんなるのに。でもこれただの偶然かえと、うんうん、半年前行って半年後行って同じ店で同じもん食うて、うん、帰りのこの駅で必ず心臓が痛くなって心臓発作みたいなのが起こる、うん、これ偶然そう流れがある場所だしね、はい、それはそんなんてないよな、うん、で僕らは生きてて思うんですけど、うん、実は偶然ってないタイプやと思ってるタイプなんで、わかりますわかります、うん、これ運命とか必然で生きてるタイプやから、はい、あこれはもう行くなよっていうことなのか、うんうんうん、やっぱりやめとこっていうふうにはなりましたけど、はあ、頼ってきたはんのか分かんないですけどね、なんでしょうね、命を奪おうとしてるのか分かりませんしね、分からないですもんね、はい、でまあ優しいやと思いますわ、優しいところに来るみたいですよ、冷たい人のところやっぱ来ないっていうから、そうですかね、やっぱりそれはあるみたいです、優しい弱いんかな、そう思ったらな、なんかこう好きに入ってくるのが、この NGK とかはなんかそういう不思議なことってないんですか、よく聞きます。今これ喋ってるところ、はい、よく聞きます、はい。あの、正直な話、その亡くなられた方が、うんうん、まあ、それこそ2階でリハーサルしてると、うん、その2階の客席で見てたとかいう話はよく聞きますよ。あ、そうですか。はい、あ、それも昔から演芸場の話。演芸場の話とようありますね。あで場所も場所でね、いろいろこう、まあ、噂ですけど、いろんなことがあった場所ちゃうかなんて言われてますから、はあ、で、霊がね、うん、来るっていうところって人集まるって言いますもんね。そうですね。うん、だから演芸場をやるには、ちょうどええ場所なのかもわかりませんけど、うん、ただ、一年に一回この緊張っていうのは絶対火事が起こるっていう。ああ、そうか。絶対に起こってますね。ほんまですね。はい、まあ、繁華街とはいえね。いえ、この周りなんですよ。うん、あ必ず一年に一回は火事が起こってますね。これあの歴史でこんなよそ様のねあの解析っていうのはあれですけど、この辺りは廃置き場やったらしいですね。廃置き場、あのいわゆるあの電気屋さんの辺りが獄門貼り付けの場所、あそれ聞いたことあります、はい、その隣のちょっとねお風呂のところ、あそこが晒してるとこ、あのお首をね、で、お首は、あの、抹茶町の、今ね、あの、ある児童公園になってます。そこが牢獄やったんです、昔。そこで、ポンとしたやつを、そこへ運んで、晒して。胴体は、大正のところの、川沿いのところの塚に掘って、そこ、試し切りした後、埋めてたって言うんです。はい。そういう歴史調べてあって。ほんで、それが実際そういう場所なんですね。そうです。ほんで、その、いわゆる千日前の形状の、その、奥行ったところが、あの、ホテルとかある、あの辺りが、火葬場です。仮想場で、でもそれは形状だけに限った仮想場じゃなくて、まあ、いわゆる斎場やったということです。で、その当時は火力が弱いから、灰のようにあのならないんですって。結構ゴロゴロ、あの焼け残っちゃう。その焼け残ったゴロゴロしたやつを、もうこの辺りは全部積んでたっていうらしいんですよ。
それが明治時代になった時に、あの明治政府が、あの、安倍野の方に移すから、あの、誰かその土地を、お金はあげるから、ここをなんか活用する人いませんか言うて、今のこの辺の地主さんがみんな集まってきたみたいです。いくらかってね、まとめたお金渡して、これでその区画ごとに渡すから、掃除しなさい、そのお金で。で、残ったお金で商売しなさい言うて、そういう政策をしたんですって。だからこの辺が全部それで綺麗になったと。で、この辺りは、あの、それこそ、あの、廃置き場だったらしいです。一番そういうのと関係あるんですかね？これも、あの、うん、全然ね、関係ないし、うん、まあ、なんやったかな、出張パララジオを言ってね、うん、いろんなところに行くんですよ、うん。で、京都にたまたま行って、はい、で、僕と、で、川岸由香っていう、それよけ別戦時やってるアシスタントと、はい、で、芸能リポーターの中西正夫と、うん、で、作家の大会って4人で行って、うん、で、まあ、楽しかったら、わーわー言って、うん、あの、鴨川沿いの床あるじゃないですか。あ、はいはいはい、で、床でね、わーっとご飯、うん、まあ食べてて楽しいな、京都ええ雰囲気やな、うん、で、その女の川岸川さんが、な写真撮ろうよ、で、バーンって写真撮って、うん、で、まあ、そのまま帰っていったんですよ、うん、車でね、はい。で、次の日に、あの、こんなの写ってましたって言って、うん、その鴨川の床で写真撮って、こう4人で写ってるところの、うん、この川沿いのとこからバーンってこう手がね、マジですか。あんな楽しかったのに、もうほんで、映ってたら映ってたでええから、送ってくんなと。己だけが共有しとけや。そっとしといて。そっと。でもそれ見て、まあ僕も大会もそうなんですけど、これは、そういうことなんだなって言って、その場所を聞いたら、やっぱりあの辺も、えらい戦地やったりとか。そうですよ。大会さん、もうはっきり映ってた。はっきり見ました。はい、登ってくるような、なんか手でしたね。今ちょっと出せたらなと思って、探せたら。あの辺りって、ほんまにあの、形状があって、それこそ、あの、豊臣家のところの中の、そういう、まあ、ナイフみたいなのを収めるのに殺されてますわ、だいぶ。で、その近くのところに塚があって、それ、今、神社があるんですけどね。もうあの辺はほんまに、あの、有名なんですね。有名です。全然その、まあ観光気分じゃないけど、うん、まあ言ってて、その京都の方に、そんな写真写ってたの偶然ですかねって聞いたら、うん、いや、あの辺は、そういう場所よと。うん、そうですね。うん、あの、将門もそうですしね。あ、平の将門も、あの、関東で撃たれた将門を首を連れ持ってきて、そこへ置いてましたからね。首がね、なんか、これはまあまあ言い伝えですけど、バリ雑言ずーっと言い続けるんですって。俺をこんな目に遭わしやがって、お前ら、七将たたるぞ、ぐわー言うて、島にそれが東の方へ飛んでいったっていう噂が、そういうあの、言い伝えなんですよ。それが今の、あの、神田神社、神田明神。神田っていうのはなんか体とかかってるみたいですね。あ、そうなんですか。体。だから、あの、首と、あの、まさかの体らしいです。これですか？え？これこんなんおかしいでしょ。マジっすか。怖っ。これだけお前抜いてたんや。これあの川岸さんにもらったやつを。あ、アップの写真やの。これだろ、普通に俺は写ってるもんな。はい、写ってますよ。これ今ここ映してあげていいですか？ダメ。全然いいと思いますけど、マジいいですか？これ横にみんなグループでいて、その奥にその手が映ってた。いやー、すごいですね。これだって下からは無理でしょ、こんなの。ほんま、これまあもう普通に川ですからね、向こうは。ほんま生きてるような手。そうなんですよ。気持ちいい。これこんなん送ってこられてるね。お仕事ありがとうございました、綾瀬さん。この前撮ったこの写真見てください。どうですか？何やこれ。ええで、こんな。送ってこんでええで。いや、こんなはっきり写ってんの、ね、ないですよ。なかなかないですよね。手のように見えるんじゃなくて、手ですよね。ですもんね。怖っ。それ最近ですもんね。あれ、去年やったっけ？これが、去年2022年。ああ、2年前か。1年半ぐらい前です、ね。いや、僕のところに、あの、見たか、リスナーさんから書き込みあって、はい、川岸由香さんが撮った写真、ぜひ、いつか見せてもらってください。ああ、そうなんですね。ちょっと、来てたんですか？なんだろう。ここへ来て。今聞きながら、ああ、このお写真なんや、と思って。
ちょっとお答えできて、まあこちらのファンの方には見せてもらって、はい、いいお方かもしれません。いやいや、すいません、ありがとうございました。怖い話もできずですけど、まだこの写真があってまだ、はあ、よかったかなと。いやいや、ありがとうございます。いや、もう本当に、あの、怪談を、その、なりわいにされてない方ですけど、やっぱり、怖い話は、聞けるんですよね。だから、ちょっと、機会がと思ったんで、ご無理言いました。ぜひとも、また、よろしくお願いします。ありがとうございます。特別ゲストです。メッセンジャーの相原さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。